ヤマハインプレスアンバサダーの有村千恵です。今日はアンバサダーとして新しいインプレスをしっかりと検証していきたいと思います。新しいインプレスは今日一連発というのがコンセプトだそうで、本当に楽しみです。ありがとうございます。これが19年の前回のやつですよね。簡単なんだよな。とにかく結構これハードル高いと思うこれ超えるのドキドキの。ありがとうございます。うわめっちゃかっこいい。スピードボックスっていうんですか、ここの感じとかも今までにないデザインですよね。これってゴルフクラブにない感じ。構えた感じはやっぱこのラインがあることによってすごいシュッと見えるというか、アスリートゴルファーでも構えやすいんじゃないかなって思うぐらいの感じがします。打ちます。すごい弾きが、なんか当たった瞬間にこれなんつったらいいんだろう、なんかこうジェットみたいな、なんかもうブンっていくような発射じゃないけど、あダメだ、語彙力が足りてない。すごいですね。はい、おこの打感はちょっと今までにはないですよね。ちょっと今薄かったんだけど、あれもまっすぐ行くんだ。ど真ん中行きましたね。今のは私の感覚で言ったらもう右のバンカーとか右のラフに確実に入ったなっていうぐらいの、ちょっとヒールぐらいに当たったかなと思ったんですけど、捕まってもうフェアウェイど真ん中に来たので、これはフェアウェイを外すことがあるんでしょうか、このクラブで、っていうぐらいすごい直進性があります。いやすごい、今引っ掛けたと思ったのに、あれもまっすぐ行くんだ。ほんと5ヤード幅ぐらいに全部行きますよ。全部当たりがいいんですよ。だからこれがなんか全部強一みたいな感じがします。当たりがもうだし、全部まっすぐ行ってるから強一が毎ホール更新されていく気がしますね。これが7番。あ、なんかすごい結構顔が変わりましたよね、前回に比べると。ここのやっぱり高さが出たなっていう感じがします。もうよりアイアンっぽいというか、こう球を拾いやすくなったなっていう感じがします。早速では、よし、これ結構ね打ち上げだからなかなか難しいんですよね。おお、めちゃめちゃ気持ちいいです。スピードリブフェイス、すごい。ねえ、もうまっすぐしか行かないんだけど、もう。だってもう本当に軽く振ってるだけなのに、170ヤードなんですけど7番アイアンで打ってるので、いやもう本当にすごい簡単に上がる。振ってるだけ、本当に簡単、気持ちいいです。なんかこれはなんか楽しくなるし、ちょっと今までこう苦手だったコースとかに逆にこれを持って挑戦してもらいたい。なんか池越え、谷越え、やっぱりアップダウンが激しいところとかで今まであんまりスコアが出なかったっていうところに再度やっぱりチャレンジして自信をつけれるんじゃないかと思います。